地域再生推進法人は自治体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織を指定する制度で県は初めて全国古民家再生協会を指定しましたきょうは協会の関係者が県庁を訪れ河野知事に取り組みなどを説明しました2018年時点で県内にある空き家の数はおよそ5万戸とされ協会では 古民家のリフォームや利活用に関する事業などに取り組むことで地域の課題解決につなげたいとしています。我々ができる範囲だけでも利活用を増やしていくとういうふうにやってどういうふうに利活用していくのかという具体例をですね今後示していくことによって空き家が減っていくんじゃないかなと思ってますね。全国古民家再生協会が都道府県から地域再生推進法人の指定を受けるのはご例目だということです。